明治6年、西暦1873年のこの頃、東京の浅草公園ができています。浅草公園は、浅草寺の全域が公園に指定されたものなんですが、境内で見せ物が開かれたり、また弁天山やすり鉢山と美しい風物があったりして、江戸時代から庶民の娯楽の地として栄えていたそうです。そして明治17年の公園改正の時に、今まであった多くの見せ物小屋などは六区に移転されることになり、こうして六区の名とともに浅草公園はますます発展していったんです。これは明治30年頃の仲見世の模様ですが、今とはだいぶ様子が違いますね。しかし庶民の憩いの街として発達してきた浅草公園も、昭和26年には東京都から公園としての指定を解除され、浅草公園の名はなくなってしまったんです。でも仲見世は相変わらずの賑わいを見せ、また映画館や劇場など工業娯楽街として浅草公園時代の賑わいは未だに続いているんですね。